新聞読んでる時のおじいちゃんじゃん、これ。これ真ん中とかにこういうことあって、このベロでペロって舐めたら攻撃できるようにしてほしい。指の、指が270度ぐらい曲がる。よし釣れた。ほらほら、女みたいなこともできるはずです。でもそれをやらない。スマホっすね、これ。モバイルゲーは、こういう対戦系はやんないかな。モバイルのゲームは俺常にやってるよ。やってないことがない。操作慣れねえかんな。本当にこれが正しいか？デッドバイデイライトのムーブって。こんなことやるか？これスマホ版のメタ？ PC でこんなとことかやってるやつ見たことねえぞ、俺。スマホ版のメタかな？ちょっと違うんかな？あ、やべ。あ、やべ、操作できない。やばい。やばい。何こいつ。あ、やばい、めっちゃむずい操作。ちょっと待って。手元見てちゃんとやんないとダメだ。めっちゃむずい。なにこれ。画面が、目が悪いからさ、俺。こっちの台本見せた方が見やすいんだけど、操作むずいわ。ちょっと待って。ちょっと待って。じじいすぎて。ちょっと待って。あのね、俺、これ冗談じゃないんだけど、これ俺結構ガチなんだけど、俺スマホゲーやるときこの位置なんですよ。で、メガネつけれないんですよ。メガネつけないんですよ。俺ネタじゃないからね。俺、終わってるんですよ。禁止すぎて。大画面プロジェクターで今やろうと思ってたんだけど。これ俺結構ガチなんですよ。あれ？終了ボタン来ない。どこに出るのこれ、画面の。真ん中？投げて！本読んでる時の、新聞読んでる時のおじいちゃんじゃん、これ。こんな感じだね。新聞読んでる時のおじいちゃん。普通にこれ PC でやってないし、もうなんか、やっぱり、すべてを、あ、しまった！煽ったろうと思ったのに。てぇ。煽り散らしたろうと思ったけど、帰っちゃったわ、間違えて。くっそ。俺、いろんなパーク持ってるわ、ていうか。特別ですね、これ。多分もうこれ、最初からパークある程度持ってるわ、俺。ハンターやってみたい、ハンター。ずるい。いや、そう言われましたよ。これ、ずるいっすか？オッケー。これずるいっすか？え、かっけえ！鬼、え、かっこよ！これずるいっすか？え、かっこよ！レベル50ってなんなんこれ。ダメなの。え、めちゃくちゃかっこいいんだけど。いや、ちょっとローザー出ろ。あー、なんかめっちゃ持ってるわ、俺。これやばいっすか？これずるいっすか？ダメっすか？あかんっすか？そんな強いの？これ？わかんねえよ、俺オリジナルやったことないからな。パーク説明見てないしいいだろ。普通に今のスマホゲークオリティ高くてびっくりするんだけど。いつデッドバイデイライトまた PC でやるとき、画面の左下と右下にめちゃくちゃ指紋が。あー、すいません、なんか、これ案件、これ晒し上げされんの？これなんかやばいじゃん、これ。これ。あんま良くないやつや、これ。ちょ、やっぱ、これでも、鬼ごっこの鬼としてエンターテインメントを一緒にマッチングした人に提供したいから、ちょっとやっぱなんか、ほどほどの鬼を演じよう。チーター。チーター歌われたのしょうがないな。パークついてないもん。ウィリアム・ビル・オーバーベック。ビル・パークの人だからね。自宅でやってる人の方がもしかしたら少ないかもしれん。クローデット漏れる。クローデット漏れるが、なんか、一緒やつやったらもらえるキャラクターかな？今。今か知らんけど。いつか、いつまでもかもしれんけど。ほら！このクソ！おい！当たらん！こいつめちゃくちゃうめえ！ほら！ダメだ。お前は。ちょっと釣り方の練習しよう。なんで俺今起こした？捨てた。あ、なんで俺捨てた今ビル。
ビル？ビル逃げたわ。あ、すごい覚醒した鬼。覚醒してんかな。逃げられました。ちょ、指足りん。だって、ちょっと待って、冷静に考えて、この真ん中とかに攻撃ボタンって、このベロで、ペロって舐めたら攻撃できるようにしてほしい。だって、左下は親指で動くやん。で、殴り、で、右下視点移動は、親指じゃん、右の。この親指でやりながら、人差し指とかで攻撃ボタン押せない。から、多分持ち方が違うんよ。こうかな？ん？だから鬼がね、ちょっと弱かったわ。見かけ倒しちゃったな。いやー、漫画サイトは入ってるでしょ、スマホ。3つ入ってますよ、俺漫画サイト。スマホ俺いつもうつ伏せでやってっからな。こういう体勢でゲームやってっからね。俺がやっぱ本気でスマホやるってなったらこれなんよ。でも本気でやるわ。こういう姿勢だからな、俺はスマホやんの。むしろもうこうよ。俺、うつ伏せ派っすね。どちらかといえばうつ伏せ派。コメントは見えないよ、目が悪くて。でもゲームやる、スマホゲームやるとき俺メガネつけないんだよね。なんか、メガネつけると逆に見れねえ。スマホは見えん。待てよ。なあ、待ってくれよ。でも早い。これ早いわ。ダメ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 。これ煽るんだろ、そうやってゲートの前で俺のこと笑うんだろ。おいお前笑ってただろ、ゲートの前でお前ら俺のこと、俺のこと笑うんだろお前ら。どうせ しまった攻撃機に指やってたのに、攻撃が一番むずい。よし来い。笑うんだろお前ら。ああ、こういうことか。ああ、ちょっと待って、なにこれ、やめて。あ、ゲートっては、これ絶対待ってるよ、俺、笑ってるよ、こいつ。帰ってない人に絶対こいつゲートの前で笑ってるよ、俺のこと。お前笑ってんだろ、俺のこと。ほら。逃げんの早っ。おい、お前、みんな帰ったか。あ、これって勝ちなん？これ一人殺したら勝ちなん？なんかやってて4人でやってて一人殺されたら、あ負けた、あやられたなってなるから、俺勝ちってことでいいよね、一人殺したら。だってサバイバーやってて一人殺されたら、あ俺あーってなるじゃん。エイマジーとこれあった方がいいでしょ。とりあえず 60fps いけんだけど、行こう。アンチエリアス、え、さらにグラフィック上げれるの？やろ。俺 30fps のエイマジーさんなしでやってたわ。まだこいつは本気を残してる。回復したい、互いに助けに行こう、彼を。あ、ちょっと指が270度ぐらい曲がる。あ、ありがてえ。ありがとうはないの？やっぱ、殺人鬼がいるこんな世界じゃ、ありがとうの言葉を伝える手段ってなかなかないんだな。お！あ！いてぇ！ありがとう。いてぇ！見逃せ！見逃せ！くそ！優しさが取られた。え、俺死んだ？あ、さよなら。バグー。おらまずは一発手慣れたもんや。よし、こうか。よし、釣れた。おれ手をわざわざやがってケバブ。俺 PC 界のルールなんで、モバイルだと多分やっていいんで、ケバブ。ほら女、あみたいなこともできるはずです。でもそれをやらないんですよね、鬼っていうのは。
良き鬼というのは。対戦ありがとうございました。あ、やべ、注意事項いくつか俺が無視してたわ。本当は使っちゃいけないキャラクターを一回使ってた今。まあ、使ってない、いいわ、大丈夫だこいつは。あぶねー。5月6日にね、なんかすげえいろいろ、めっちゃいろんな人出るみたいなんで、まあ、僕もちょっとなんかやらせていただけるんで、ちょっとありがたくトロールしていこうかなと思いますね。はい。でもね、これはね、クソむずいんで、言うてみんな慣れてない人トロールしそう。マジで慣れてないむずいわ。ケバブするし、それは。それはケバブするでしょ。もう大御所、大御所めっちゃ来るんで、大御所ケバブします、俺。それするんよな、俺のモットーなんで、ケバブは。